埼玉西部ライオンズの山川穂高選手31が東京都内のホテルで女性に対して歪説な行為をした疑いで23日の朝警視庁が書類送検したことが明らかになりました捜査関係者によると山川穂高選手は2022年11月に東京港区のホテルで当時20代の知人女性に対して強制性交などの歪説な行為をした疑いが浮上しています 知人女性が被害届を提出したことを受けて、警視庁は女性と山川選手の双方から任意の事情聴取などを行い、慎重に捜査を進めていましたが、本日23日、書類送検に踏み切りました。山川選手は昨シーズン、パリーグのホームランと打点の2冠を達成しました。また、今年3月の WBC ワールドベースボールクラシックでは、 侍ジャパンのメンバーとしてチームの優勝に貢献しました現在西部の出場選手登録は抹消されています捜査関係者への取材によれば捜査関係者によると山川選手と女性の主張には相違点があるとされ警視庁は厳重処分ではなく検察による相当処分の判断を求める意見を提示しました送検容疑は昨年11月港区内のホテルで 知人の20代女性に対して猥褻な行為をした疑いです警視庁の事情聴取において山川選手は女性とホテルに行ったことを認めそれは合意の上だったと説明したとされています女性はすでに警視庁に被害届を提出しており山川選手と女性は以前から何度か会ったりしていた関係です山川選手は沖縄県出身で2013年のドラフトで西部に任意指名され入団しました これまでに3度のの本類打王のタイトルを獲得していますますた3月のワールド・ベースボール・クラシック WBC では日本代表の一員として優勝メンバーにも名を連ねました文春オンラインが女性との性的トラブルを報じた後山川選手は本月12日に出場選手登録を抹消されました書類送検イコール基礎有罪と勘違いしているコメント見られますがそれは違います書類送検は 警察が捜査してきた資料を検察に送ったことを意味するただそれだけ検察は警察から送られてきた資料や証拠そして再度被害者に聞き取りと意思確認した上で加害者を検察官が取り調べし起訴するかどうかを決めますなのでこの時点では山川はまだ起訴もされていなければ身柄も拘留されてませんましてや有罪なんてなおさら 山川はおそらく弁護士と共に今後の対策を練っていると思います。女性側は示談に応じる可能性は低いと見てます。超大金を積めば別ですが、理由は、山川は非議事実を認めていないからです。認めていない以上、示談する理由がありません。そこをしっかり理解してほしい。どうなることかはわからないが、山川に明るい未来がないことは間違いない。今期中に FA 取れるわけもない。 FA になっても取る球団がないイメージが悪すぎる今回は事故ではなく事件 MLB にもし帰ってこれても23年後山川がピークを終えてからになりそう一応警察が調べることは終わってあとは検察の判断ってことだね起訴となっても有罪になるとは決まってないけど裁判が長引くことは考えられるし それが決着するまで山川がグラウンドに戻ることは難しそう。有罪が確定すれば解雇となるだろうし。それ以前に西武は1年契約だから、球団は来年の契約はしないと思う。無罪となっても引き取ってくれる球団があるかどうか。起訴されなければ一定期間の謹慎で済む可能性もある。検察が起訴するかどうかが大きな焦点かな。驚いたのが報道されていた、強制わ説致傷容疑ではなく。 強制性交容疑で送検されたということ強制歪説致傷だと3年以上の懲役ですが強制性交となると5年以上の懲役怪我を負わせているとさらに重くなりますまだ送検の段階なので不起訴処分となる可能性もありますが既婚者の上奥様や子供いて簡単に裏切るような卑劣な行為は一プロ野球選手としてはダメで失格な行動力につきます2人の女性を結果 傷つける形とななって本当に残念以外ないです球団側がどう今後厳しく対処するのかある意味見物です WBC にも隠して出場するというあたり罪の意識の低さにはがっかりです子供に夢売る立場という点を忘れてほしくなかったです山川にも家族や子供がいるなどと泣きついて時短に持っていきたいところとはいえ被害届が引っ込まなかったことからの書類送検時短が成立しなかったため山川 弁護士ともに見通しが甘かった。ここからはただでさえ顔も見たくない山川やその弁護士が何度も接触を試みて友人知人も巻き込んで懐柔するんだろう成り行きはわからないただ言えることは坂本や巨人の対応は現代社会では理解されないものでスポーツマンシップとは言い難い山川自身西武がどう対応するかは興味がある坂本のせいでますます巨人が嫌いだし野球の興味も失ったからね これで基礎までま至るかどうか。どう当然山川サイドは示談を持ちかけているだろうが実質もうタイムリミットだ示談に応じていないあたり被害女性は処罰感情が強いのだろうそれだけのことをしたのなら起訴有罪となる可能性も10分あるしそうなればさすがに解雇は免れないだろう解雇となってもどこぞの在京球団や独立リーグ球団が拾うかもしれないがまずはきちんと罪と向き合うべき しかし山川は最大者なので論外だが、独身といえど坂本もそうだし、プロ野球選手のチャラさが際立つ事案が後を絶たないな。山川さんはライオンズに自ら退団を申し入れるべきです。被害者のみならず、球団に対してもファンに対しても計り知れない迷惑をかけ、裏切りをしたわけで今は潔くその償いの一つとして自ら身を引くべきです。今後の法的な処分や、球界の判断を待って社会人として公正の道を歩んでください。 入団からあなたを応援してきたライオンズファンの一人です。時断で不起訴になろうがやった事実は変わらない。有罪にならなければ罪ではないということだけを強調する方がいますが2人の女性と自身の子供を傷つけたことは紛れもない事実。無罪勝ち取りゲームをするのでなくしっかり反省して償うべき人たちに償っていくべきその姿を見て。 プロ野球ファンが受け入れるかどうかを決めるはず今後 WBC の映像や映画みたいなものも公開されるらしいのでメキシコ戦の貴重だった犠牲フライとか山川選手の部分をカットするという手間が増えて大変でしょうただ出番は少なかったのでまだ良かったでしょう「謹慎中」の西武山川穂高が救援ファン投票中間発表3位「折野苦労人が愉快犯」の犠牲に。 22日に行われた救援の第1回ファン投票中間発表でパリーグの一塁種部門で西武の山川穂高選手31が3位にランクインしました山川選手は知人女性に対する性的暴行の疑惑の過中にあり今月12日に出場登録を抹消され事実上の無期限禁止処分と報じられています復帰時期は未定ですがそれにもかかわらず 山川選手は9024票を集めました2003年の川崎健次郎事件が良い例ですが救援のファン投票では常に一定数のいたずら好きが存在します性的暴行の疑惑という衝撃的なスキャンダルがあるだけに山川選手を晒し者にしようとしてさらに票を伸ばす可能性は10分にありますもし異議に選ばれれば辞退するでしょうがかわいそうなのは2位に位置するオリックスの頓宮選手 豊か新26です。碇の選手も先月22日に左脇腹の怪我で登録を抹消され、復帰の見込みが立っていない日本ハムの菅宮選手、幸太郎23と挟まれています。彼らは先線離脱中であり、組織票の影響を受けているため、今シーズンの活躍が票に反映されにくい状況ですとのことです。大卒5年目を迎えたトングー選手は今シーズン打率 3, 4, 5と絶好調です規定打席に到達する可能性が高くパ・リーグの首位打者に躍り出ることも10分にあります昨シーズンは捕手一塁 DH と複数のポジションで自己最多の81試合に出場し初めて2桁の本塁打を11本記録しました FA で加入した森友哉との正捕手争いには敗れましたが一塁のレギュラーポジションを手に入れました好調をキープすれば トング選手は監督推薦で初めての救援出場が見込まれますしかしファン投票での選出は特別な意味を持ちますトング選手のような苦労人にとってはそれがさらに重要な意味を持つのです山川選手の意気選出など誰も得をしない状況です